で、マイナス15コネクタ VGA 端子は、アナログ RGB コンポーネント映像信号を出力する装置のコネクタ、及びその信号を伝送するケーブルに用いられるコネクタである。VGA 端子 VGA 端子を装備した PC のバックパネルの一例 VGA 規格に準拠した IBM 製のグラフィックボードにこのコネクタが採用されたことから、この名前が用いられるようになった。 転送する信号の形式からアナログ RGB 端子とも使用するコネクタから D サブとも言う HD15 とも呼ばれる。主にパーソナルコンピュータなどのコンピュータで用いられ、もともとは CRT ディスプレイといったアナログ信号を用いるディスプレイに映像を出力することを想定している。ラップトップコンピュータなどでコネクタのサイズを小型化したい場合、 標準の VGA 端子の代わりに小型化したみに VGA 端子を実装した製品も存在する。なお、インテルや AMD などは2010年12月8日に2015年までに VGA への対応を終了し HDMI やディスプレイポートに移行する方針を表明している。実際にグラフィックカードの2大メーカーである。 AMD のラデオン及び NVIDIA の GFORCE は2016年以降の新製品にはおおむね搭載していない。しかし2019年現在でも法人向けの液晶モニターやプロジェクター等の出力装置とそれらと接続するための法人向けパーソナルコンピュータのオンボードグラフィックにおいては需要があるため依然として端子が実装された製品が販売されており ディスプレイポートなどから VGA を変換する一種の D-A コンバータも市販されている。VGA 端子の他方の端が BNC コネクタになっている。ケーブル VGA 端子にはいくつかのバリエーションがある。3列15ピンのでマイナス15コネクタに RGB のそれぞれのアナログ信号と H と V の同期信号を配置したモノコネクタ形状はそのままで。 一にベサ DDC の信号を追加したもの一と同等の信号線を9ピン D サブコネクタに配置したもの一と同等の信号線を同軸ピンを内包した 13W3 と呼ばれるコネクタに配置したものベサ DDC はディスプレイの情報をコンピュータ側から取得できるようにした通信方式で DDC1 と DDC2 では通信方式が異なる DDC2 では 通信方式として IC が採用されている。また、同期信号は H と V を混合したものを複合同期信号として1本の信号で伝送したり、さらに複合同期信号を緑映像信号に乗せて信号線を減らしている場合もある。これは VGA 端子が登場する以前、BNC コネクタで同信号を伝送していたことの名残である。なお、 かつて 3K ワークステーションで主流だった 13W、3コネクタと同一形状であるにもかかわらず、ピンやサインが異なる機種が存在しているため、市販品の3列15ピントの変換アダプタが流用、不可能という問題が発生している。RGB の信号は、ディスプレイ側に75オームのインピーダンスがあり、最も明るい状態は 0.7V で表現する。 よって、1ビット出力で良いなら、デジタル回路からの出力が 3.3V なら、間に 279Ω の抵抗を挟むと、約 0.7V になる。デジタル回路から8ビット出力をするには、デジタルアナログ変換回路を使う。下に15ピンのコネクタの図と、ピン番号、信号線の表を示す。図中のピン番号は、グラフィックカード側のメスコネクタであることに注意すること。 ケーブルの端のピン番号は普通オスコネクタなので図を反転させること。ピン番号、アナログ RGB 信号は VGA 規格が登場する以前からコンピュータで用いられていた。一部のマッキントッシュや TC-9801 などではディスプレイへの映像出力コネクタとして2列15、ピンの DA-15 コネクタを用いて アナログ RGB 信号を伝送していた。ちなみに、コネクタ形状は同じでも、両者のピン配置は異なる。2000年代以降、コンピュータのディスプレイは、CRT ディスプレイから、液晶ディスプレイに主力が移り、デジタル伝送も行える DVI コネクタが広く普及してきた。液晶ディスプレイは、内部ではデジタル信号を用いて、カラーを表示するため、 アナログ信号を伝送するより、デジタル信号を伝送する方が適している。また、アナログ RGB 信号よりも前に、デジタル RGB 信号というものが存在していた。デジタル RGB では、RGB それぞれを、ON、OFF の1ビットで表し、の発色が表示できるものである。この各 RGB を、ON、OFF の2階調のみではなく、高い調にしたものが、 アナログ RGB である。近年の DVI などのデジタル信号とは別のもので、ある。ありがとうございます。